こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。サックス、ですね、今日はですね、ザワつく音楽会というちさこさん率いる、音楽会の楽屋でございますが、ここでちょっとある方をお招きしております。まさか。ちなみにザワつく音楽会の出演者は高嶋ちさ子さん、石原良純さん、高橋克典さん、中山秀樹さん、柳沢慎吾さん、僕なんですけども、さあ誰が来てくれるんでしょうか。この方です、どうぞ。ザワつく音楽会の前説やってます、スマンネギです。これほんまね、業界初やと思いますよ。相方が出る番組の前説、はい、しかも芸歴30年、これレアですよ、本当に。本当すいませんね。いやいやいや、でもあの前説って言ってももう人の数が違うから。今日8000人とか。もっとじゃない。もうさっき会場で来たらそんな数じゃないよ。だから大阪城ホールでも1万5000人とかで。1万5000人も。いや、入ってる入ってる。体感がもうなってる。いやいや違うんですよ。僕東京体育館っていうのもすごい思い出の土地やから。ないでしょ、東京体育館。いや僕ね、あの極真空手やってた時に、はい、第24回全日本大会、はい、その時に僕の先生、空手の三宅先生っていう、はいはい、あの有名な先生おられるんですけど、その先生のセコンドに使わせていただいたんですよ。ほうほうほう。で、思い出の土地なんですよ、ここ本当に。あ、東京体育館で。体育館、もう京都から先生のねセコンドつくために来たんで。極真空手八木さんがやってる時に電話かかってきたら、はいもいいえも全部押すで答えてた。そう、押す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 。ヤギ来れるのか、押す。来れないのか、押す。じゃあ7時に来れるか、押す押すって。11時で行けるか、押す。あ、その場所なんですね。そう、いやちょっとだからヤギさんをね呼んだには、はい、わけがありまして、本番前の大事な時。そうそうそう、本番もうあと2時間ぐらいで始まるんですけど、うんうん、ちょっとヤギさんが、はい、ついにファイナンシャルプランナーの一級に受かられたということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりその一級ってすごいなっていう話をしたかってんけど、はいはい、ほんまに合わないんですよ、八木さんと。そう、最近合わへんね。会ってもなんかルミネとかで会うねんけど、なんかちょっとその後に仕事入ってたりとか。そう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 、そうやね。だからその YouTube を撮るにも、うん、もういないんですよ。もう基本的に東京にいないから。大体僕は海に見えるとこにいてるから。海に見えるとこか、もう畑が見えるとこにいてるから。とにかく目に優しい場所にいてないですか、東京に。だからちょっともう、あ、どうしようか言うても、もうそのザワつく音楽会のその楽屋しかないなっていうことで、今日はちょっと、うん、でファイナンシャルプランナーの一級前もあの受かった言うてましたけど、あれはまだ学科なんですよ。で、学科があって実技っていうのがあって、初めて免許と一緒や、車の。そうそう、だからファイナンシャルプランナー一級技能士っていうことになれるんですよ。あるんですか、なんか。それまだね、あの症状が送られてきてないんですよ。で、細かい話が今結構政権があの変わってるじゃないですか。だからその石破政権が、そうだから、あの立憲の野田さんになるかもしれんっていう話が、なんかだから大臣からもらうんで、その新しい大臣決まってよ。ほんまに症状に、あ、そうそうやねん。あ、だから将棋の免状と一緒や。あ、そうなんや。会長と竜王名人の記号がされるところに大臣の名前が入るってことですか、経済産業省ですか、うんうんうん、恥ずかしいことに。え、どの大臣か知らんねん。こいつ、そこ勉強しやがって。や、資格、そこの大臣知らんねん。調べとけや、お前。っていうことで、ちょっとね、時間ちょっとあんまないですけど、うんうんうん、そのファイナンシャルプランナー1級とは一体どれぐらいのことなのかっていう、結構 俺まで言われんで、ヤギさんすごいなって。ああ、まあだからその多分やけど、しかもニュースになってましたし、ネットで、ネットニュースねしてもらって、うん、だからそのなんていうか、どれぐらい難しいの、ちゃんと言うと。ちゃんと言うと、その比べるもんがない。ゲンチャリの免許、ゲンチャリはね、あれはもうヤンキーしか落ちんの。1としたら、だからゲンチャリを1として、ゲンチャリここやと思うわ。もうここや、ゲンチャリ受かるわ、ヤンキー以外。ゲンチャリ1やんか。1やね、うん。
でバイクの中型免許がまあ中型免許むずいよ、むずい車が15ぐらいかな、15はね、うん、むずいよ、まあ、車はむずいと思う。温泉ソムリエの3級はい8ぐらいしてます。そう、分からへん、もっと下じゃない、それ分からへん、もっと下かも、それ分からへんの。パンシェルジュ3級マイナス1 マイナス1ってあるの分からんけど、ダグラス・マッカーサー検定、はい、マイナス8ぐらい。それ市川持ってる検定ちゃうの全部、女と男の市川が持ってる。いやだからそのじゃ司法試験、いや司法試験はやばいよ、はっきり言って。やばいでしょ、やばいです。まあだから多分資格は簿記1級はめっちゃむずい、簿記1級むちゃくちゃむずいんですよ。だからあのよく見るやん、検定ランキングみたいな、はいはいはい、何時間で受かるって あれね、やってみて思ったのはあれほとんどね参考にならない。だからもう個人差と最低時間しか書いてないから、はいはい、あれはもう全くあの意味ない。なるほど。だから資格取ろうと思って資格の難しさを調べるときに勉強時間ランキング見て、あこれやったらいけるかなと思いきや、うん、実はもっと時間かかるし。そうだから簡単に言うと芸人になんの、まあ、オーディションでも難しいかって言ったら、はい、あまりにも個人差あるやん、はい、パッと舞台までは行ける人もいるし、行ける人もいるやん、全く行かない人もいるし、人もいるやん。もうこの個人差ったらもう全然違うやんか、まあ、その もともとはで。だから司法試験でも、うん、東大法学部合格した後に10回受ける人もいれば、うん、大学1年生の時に飛び級で受かる人もいるっていうことです。そうだからそれ何が難しいかというと、僕まあちょっとあの奥さんが、まあ、行政書士とか勉強してるのはちらちら見てんだけど、嫁がね、嫁一応宅建は持ってて、嫁宅建持ってんだよ。でそのまあ行政書士見てるけど、もうジャンルが違いすぎて何が難しいって言うと、法律ってほんま の、うん、あのもう誤差なんですよ。読んだ時にまずどことどこが違うか分からへん、そもそも日本語が難しい、うん、でそっちにはそっちにはあるんだけど、この数字、うん、はいはい、数字とかその計算とかで言うと、もうその公認会計士とか税理士がもうここマックスムズいわ、うん、で簿記1級とかここら辺あって、はいはい、でファイナンシャルプランナーがその下にぐらい下っていうか、まあ、この上ではないねんけど、まあ、そんな感じだと思う、うん、でもまあとにかく難しいんでしょ。難しいし、あの金財の金財っていうところが団体が2つあるんですよ、ボクシングみたいに。 WBA と WBC みたいに2つあるんですよ。はいはいはい、でその金財っていうのは、まあ、WBC みたいなもんやわ。400人ぐらい受かったんですよ今回、はいはいはい、で日本中で400人の名簿が出てんのよ。だから見てもらったら僕の名前も載ってんだけど、はい、えっとね、もうほとんど銀行員、プロばっかりやん、もうほぼで、何々銀行ってもうほぼ銀行員で、あとはもう生命保険の方おられて、でさらに会社で受けてたら会社名なんだけど、個人で受けてたら出へんかったりするのよ。だからもっとそれ入れたらもうほとんどが多分銀行員の人だと思う。金融のプロしかなれない、多分そうやと思う。それ以外で受けてる人ってむっちゃ少ないよね、うん、ちなみに八木さんのその総勉強時間は一体どんな、総勉強時間分からへんけど、2年半前の5月から始めて今日も含めて1日も休んでない勉強は。受かったんですよ、ね、受かったんですよ、今日も今日も僕だからそこも決めてるから。だからその受かったのに何してんの。それは今はあのね、証券外務員一種ってやつあんねん。さらにすごく、それはすごいというか、あの銀行業とかあの証券を売ろうと思った時にその必ず、証券外務員一種っていうのが取っとかないとできへんの、それは。はいはいはい。でそれをまあとりあえず次の目標というか、まあちょっと一回知りたいからやってんだけど、それはやる人からしたら結構簡単って言われんだけど、僕からしたらめっちゃ難く感じるねん。だからそのほんまによう見ててこれ簡単ですよっていうのって、はい、あの全然当てならへん。それはなんかね難く感じたりとか、多分 でも結果的には多分いけそうな感じはあんねんけど、2年半でしょ、2年半やから、うん、ちょっとで1日平均どれぐらい。だからそれはね、平均っていう言い方難しいけど3時間から5時間ぐらいかな。ジムで必ず聞いてるから、まずそこで1時間って考えたらかける3時間でしょうか。3時間、テキストを音にして聞いて、あのなんかあるんです YouTube とかがねあって、そういうの聞いたりとかしてるから3時間、
うん、あでもその1級の勉強してからは1月からだから受かったんでいうと1年と1年半ぐらいだと思う。3級2級があるからその前に、1640、うん、それぐらいはしてると思うマジで。すごいっすね。いやそれぐらい進化だったら受からへんと思うよ、まあまあ、めっちゃ賢いし受かんねやろうけど。ちなみにどんな勉強、いわゆるその知識業って呼ばれてる、まあ、あのジャンルは例えば宅地建物取引、宅建士って言うんだけど、はい、宅建であるとか、まあ、行政書士とか税理士とかいろんなとこから出てくるんですよ。ジャンルで言うと FP はいろんなところの寄せ集めなんですよ。で学科のテストで言うと5時間なんですよ。テストは5時間のテスト5時間だから2時間半あって1時間休憩で後半2時間半なんですよ。じゃなくて2時間半の何すん2時間、どんな問題が出るの。それはもう1問ちょっと出してみて、いけるかもしれん。1問じゃあ過去問いく。割と俺そのクイズとか強い方なんで、例えば2024年のひらめき系がいいな。ひらめき系とかないねんひらめき系とかないねん。じゃあこれちなみに、2024年5月の問題です、はいはい、日本銀行が公表する各種統計に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれでしょう。1、全国企業短期経済観測調査短観の調査項目のうち判断項目年度計画物価見通しは毎年3月6月9月12月に調査が行われるが、新卒者採用状況は毎年6月12月のみ調査が行われる。これが1です選択肢の今の、うん、2、全国企業短期経済観測調査短観の判断項目は最近と先行きの2次点に関し回答企業の判断に最も近いものを、3つの選択肢の中から、選択する形式的で調査が行われ、季節変動がある場合は季節変動要因を除いた実施性ベースで回答するものとされている。これが2ですね。で3がマネーストック統計とは一般法人、個人、資本、公共団体など通貨保有主体、金融機関、中央政府以外の経済主体が保有する通貨量の残高を集計した統計であり、最も容易に決済手段として用いることができる現金通貨と預金通貨から構成される M1 が景気動向指数の先行指数に採用されている。で4が企業物価指数は基本分類指数である国内企業物価指数、輸出物価指数、輸出物価指数と参考指数で構成され、毎月公表されると。でこの中から不適切なものを選ばなあかんねんけど、この場合どっから入るかっていうと、このマネーストック統計が M1 っていうのがこう景気動向指数。もうええわ、細かいやろ細かいやろちょっと勉強法聞いとく一個。はい、前コピー大きく拡大してたんか。で僕ほんま400ぐらいの勉強法持ってるんですよぶっちゃけ。はいはいはい、見てもらったらこれが目次、下にスライドしていて、すごっ449個。はい、これ目次やからね。はあ、これがまあ世界一流勉強法なんですよ。なるほど。これでその中の一つが、はい、5時間テストでさっきやったやつあるやん、はい、あれが2時間半まず続くんですよ、はいはいはい、もう脳がね疲労すんのよ、はいはい、あれ疲労と思った時、ね、もうあっちあっちなんのよ、はい、で1時間の休憩で今度は計算入んのよ、うん、ほなね何が起きるかというと計算ミスが起きんのよ、はい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 、もう疲れすぎてて、うんうん、もうむっちゃ疲れてて最後に2桁をなんかこう切るの忘れたりとか、うん、なんかこう繰り上げ繰り下げでミスったりとかって、そういう、はいはい、なんか普段やったらできるイージーミスが起きてくるんですね、うん、マラソンと一緒に普段できることができなくなる。だから、はい、この間の1時間にどれだけコンディション整えるかなのよ、うん、テストとテストの間、間にその時にテストの間にこれを食べんねん。ラムネ、ラムネ、これを眠くなってもらうからおにぎり2個食べて、もうこれをこうやってやんねん、食べんねん。ほんだら集中力がグッと持つねん。でもこのラムネって、だから将棋の棋士の先生もラムネめっちゃ流行ってんね今。あ、そうなんや。だから僕これマラソンに会った時にあのおはよう朝日で丹波篠山マラソン出させてもらったやん。知らん、覚えてんわ。あったやんか。でその時に
35キロ時点で足止まった時にドリンク飲んだんですよ、はちみつみたいですよ、ほんで足ば動き出したっていう経験があって、うん、これも一緒に 脳がもう完全疲れた時にこれ入れたら結構も、持つんですよ。5時間やから後半の2時間半ぐらいがこれで結構っていうか、このラムネの袋タイプがあったら知ってた。これもだってコンビニ行ったらガッサー取るもんほんまにめっちゃ買ってるこれ。あでも棋士の先生もその対局中ラムネ食べてる方めっちゃおるんですよ。あやっぱそう、多分糖分がなくなるんやと思うねよ。へえ、これがまず一回めっちゃ効くっていう。ほんまにこれは普段の時もこれ食べてます。多分テストの時はもうどれだけダメージ食らわへんか、でもこうヒットポイントっていうか自分のが決まっててゲージ減らさんと後半に持っていくみたいなそういう勝負になってくるんですよ。そこまで脳を否定させてないもん。もう一個がこれはもう途中3回目で気づいたのかな、うん、要は僕ね図で覚えてるんですよ。計算するときに必ず図書くんですよ、はい、こっちからこっちに打ったときに何本ってなったときに分からへんようなんで、こう文字だったらだから必ずこう図を書いてやるっていうふうに、まあ普段からやってるんだけど、これテスト用紙が図書くとこないねんほんまにスペースがないねん。スペースないねん。だからこうあったらここにバーって文字があってここに回答用、まあ、別に回答したんだけどここのどこでじゃあ図書くねん、はいはいはい、計算がこんな中にどこでやんねんってなって、だからこっちサイズはお一緒やからこれちょっとあの実技の方やけど、いやお前もうお風呂でやってるやろそれこれぐらいのサイズなんですよ。えこういうサイズなんですよ、サイズだから見てもらったけど これはちょっとあの実技の方やからスペースある方なんやけど、漢字で言うとまあちょっとこれ写し著作権あるからあれかけど これぐらいの感じなんですよ。はいはいはい、かけこのちょっとしかスペースがない、スペースがないです、はい、だからこれをどうするかっていうと、これ破んねん背表紙、うん、背表紙を破って自分の計算のスペースにすんのよこれを、はい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 、これをもう破ってもこれは必ずもう独立させて自分の計算の下書きにすんねやんか、はいはいはい、で1個に対してやっぱりこれ全部埋まってまうんねやんか、だから娘が持ってるもう一番消える消しゴムそれで一回さらにすんねん。だからもう一回やったらこれぐらい塊がもう出んねん、あの消しゴムの。ほんでまたこの皿の紙をだから1枚しかないから、これ持ち込んだらあかんねんな、紙はあかんねん、持ち込んだらあかんねん。だからもう存在するのはこの背表紙1枚しかないでこれ持ってもらったら分かんないけど結構ね素材が硬いの。あはいはいはい、だからこれでもう消しゴムの普通のやつだとやっぱ消えないんです。だからもう娘持ってるやつをもうグワーって消して、ほなもう皿のやつできるやんか、ほなここに来た時にこう図にして書いて計算してできた。でまたこれグワーって消して、みんなやってんすか。いや俺やってなかった、だから僕のとこだけ終わったら消しゴムこんななんだみんな逆にどうしたんやと思った、多分ちっちゃいスペースでできてんやと思う。俺これはもう俺全く無理で、みんなどうしてんやんか。でもこれ剥がしてる人俺あんまりなんか試験場でもちろんカンニングなのか見られへんねんけど、なんかこう音とかせんのが多分やってないと思うんだよ。これ嫁が教えてくれたのが、あと剥がしたらとか言って、これを剥がすのはルールにはね、剥がしたらダメとか書いてないですよ。これだって持って帰れるやつなんで。嫁が剥がしたらって言ってくれた時どんなリアクションした。剥がしたろやってビリー剥がして消しゴムでもう消えるやつって娘持ってるめっちゃ消えるやつが。ヤギ家はどんな感じだったんですか、その一級受かった時は。あ受かった瞬間、うん、これリアルで10時に合格発表あって、うん、でネットで、でもみんな怖いやんか、うん、でもなんかこうちょっと嫁に嫁っていうか、あ答え合わせはまずしてなかったやん、はいはいはい、答えはこっちに取ってるから、うん、10時になってから答え合わせしたやん、うん、で1問目って言って「あ」って言ったら「バツ」ってなって1問目が「うんうん、おお」ってなって、もう結構きついんだよそれは。 で2問目「いい」って言うんですよ、「バツ」2問連続バツやん。で3問目って言ってうって言ったバツ、えってなって、4問目はえってなってバツ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 ってきたの。あーもうあかんあかんってなってもうえって言うて、もう絶対受からへんやん、だって4立てくらったらさ、あーもうええわって言って、もう押して押して押してって言ったで、ほんだら嫁がもうその一発で合格分かるやつをもう押してくれた、ほんだらダメやったら黒いんだけど赤いやつがうわーって言って赤いって言って、赤いって言って、あーって読めよ、赤いって言って、ほんで赤い赤い赤いけどこうほんまなんて言う、ほんまなんこれって言って、今度その入れた自分のあれが
今度合ってんのか合ってるか分からないよ。今度は嫁にもっぴん入れろって言って入れてんけど焦ってから違うやつって出えへんってなってもっぴんやってないやつ赤いとかってほんまやんな赤いなとか言ってスクショ取れもし何か間違えたら怖いからスクショ取れとか言って大パニックやん大パニックそんな感じだったらめっちゃ怖かった。まあだからそら2年半ずっと勉強してたら奥さんもそうなるわな。そう怖かったあれほんま怖かった。株のこととか、うん、これからお金を運用することとかはもう言ったらプロなんでしょ。まあそうやね。そこは一応前回も話したやん、うん、どうしたらええのみたいな、うん、いよいよほんまにアドバイスしてもらわなあかんなっていう。ぶっちゃけほんまのこと言う こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。しゃべるライブやるで。来たる12月15日日曜日にサバンナ高橋トークライブ開催いたします。やった。タイトルがほうれん草の会ということで、僕のこの身の回りに起こった出来事を皆さんに報告、連絡、相談、ほうれん草するという会なんですけども、ゲストも誰もいませんし、ただ一人舞台で面白いお話を1時間ぶっ通しで喋らせていただくライブになっております。配信はありません。なので当日1回だけ劇場でやるだけなんで、時間が18時から19時過ぎには終わるから、その後ご飯食べに行ってください。チケットはなんと2,000円。初めて見に来る方にも来ていただきやすいように一番安い値段でええねんということで2000円にさせていただいてますんで、ぜひ、来ていただきたいと思います。あんな話やこんな話します。詳細は URL を載せておきますんで、ぜひチェックしてみてください。ぜひ来てください。